ジョンのこんにちは、中古みたりです。はい、今はね、ちょっと違うパターンでテーマ、タイトルは、イタリアのお裾分け。イタリアのお裾分けですね。なんかイタリアでそういうの言い方ありますか？お裾分け、お裾分けって、その言ったらちょっと何かいっぱい魚釣ったから魚ちょっとあげますよって、周りの近所の人に配るの。あ、OK、はい、けどまあまあ皆さんね、このイタリアもね、ポスト分けしますよね、いろいろ。まあ、基本的にその料理、料理の興味ない、その疲れちゃったから、いや、そんな違うけど、はい、あるからもらったから、もらった、そう、はい、そのあちこちその、まあ、友達親戚、そうね、その、もらった。食べ物、はい、ありますから、はい、ちょっとおすそ分けの紹介ってことで、こんなものもらいますっていうのをね、できました。で、まあ、まずこれめちゃ特別、これはそのここの近所で作ったフランチャコルタなんだけど、その人が手作り、本当に家で作ってて売ってるものじゃないですね。そう、1年間、そう、100本だけ、うん、1年間に100本だけの、ラベルもない、ラベルももちろんないしね、これがすごい特別、本当にこの前の丘の下のところでね、やってるもので。ありがとう、アンナ、ありがとう、グラッツェ、ありがとうね。開けましょう。おいしい、とりあえず。ただこれ前にね、ちょっとその、まあ、あ、おいしい、くるくるけど気をつけないといけない、このフランチャコルタの特別、まあスパークリングワイン、本当に、まあ、頭に硬い、ちょっとニャキニャキニャキ、そうよ、うん、これめっちゃ硬い。この間ね、もう一本あってね、それはね、バーベル160キロ上げる人にね、あ、そう、これは160キロのバーベルでトレーニングする人よ。めっちゃ、もうこれ、してるしてる、ちょっと開いてきた、開いてきた、来た来た、来た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 、これだけで5分かかるよね。まあ、とにかく、その、そう、ちょっと酔っ払っちゃう、私はその、泡だからね、うん、来るよ、まあ、自分で言ったら、OK、来る。頑張ってください。もうおれー、開きました。それ特別なグラスも、それも、もらいも、これももらったもの、それは私のひおばあさんのね、はい、クリスタルでしょう、はい、特別なワイン、特別なグラス、ね、はい、しかもこのフランチャコルタは2017年ですね。2017年はスペッタスペッタクリンクリーノ、2017年は、この辺の当たり年、美味しいやつですね。2017、18、19はダメだったけど、今年はまたちょっと良さそう。そうそう、私の友達考えたらかわいそうね、けど手で全部その、まあ、テクニックが難しい、このフランチャコルタにする、作るね、はい、その手で一本ずつちょっと何度回す、はいはい、置いて、ああそうね、はいはい、ワイナリー行ったらね、ずっと回していって、もう一回ちょっとティッ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 ティ、まあ、それ長い、毎年やってるもんね。ありがとう、ありがとう。とりあえず乾杯しましょう。そう、サルテ、乾杯、乾杯。あ、おいしい、これね、おいしい、そう、すっきりと、そう、辛口で、そのペラージュその、ちっちゃい泡、細かいね、そう、細かい、だからその口の中、うん、その邪魔じゃない、本当にパン、なんかクリーミーな感じがする、うん、それ自然で、生まれる、そのボトルの中、はい、ね、自然で出てくる泡、そう、うん、だから別になんという、うん、邪魔じゃない、口の中みたいに、うん、その柔らかいな感じ、そうね、チクチクするんじゃなくてね、シュワーって感じね、うん、本当に美味しい。そうけど、これだけ飲んだらもうその、まあ、酔っ払っちゃうからから次は何を、何のお裾分けもらった？まあ、そのサラメ、そうね、そうね、このサラミ、はい、これ、そう、これも珍しいよね、サラミ作ってる人ってね。そうけど別にそのもう一人の友達、うん、はい、作ったそのもらった、カビ、ね、カビだらけ、だから別にちょっとフレッシュなサラミ、そう、柔らかい、この辺のサラミって柔らかいサラミが多いというか、うん、違う、みんなすぐ食べたいから、けど別にその、そのまま置いたら、うん、
何ヶ月経ったらもちろんだんだんちょっと乾燥されて硬くなる、ね、これちょっと切ってください。最初ちょっと紐を切る、紐を切る、はい、オープス、グラスが気をつけないと、すいません、当たり前です。あなたは気をつけて。そう、私はこの仕事ある今から別に、ああだから持っとくやってみ、そこら辺サラミもすごい有名やもんね。例えばモンテイゾラのサラミとか有名でしょ。そう、はい、特別フランチャコルタサラミも有名、うん、そう、おお美味しそう。なんか柔らかいからちょっと厚めに切ってね、でしょ、厚めに切って、ただ別にもらった時から、はい、ちょっと時間が経った、ちょっと時間が経った、うん、そのなんという硬くなった、ちょっとね、そうね、ちょっと見た目も硬いね。そう、よかった。私はちょっとその子がいいです。あ、そう、私は柔らかい、あ、でも柔らかそう。まあその友達のお兄さんが作ってるって言ってた、その、はい、嫁さんのお兄さんたち、はい、お兄さん、お嫁さんのちょっと近く、はい、そうですね、うん、たださあどうでしょう。の花みたいね、サラミの花何の演歌のサラミの花じゃあいただきます。うん、いただきます。わ、うん、うん、塩加減もちょうどいってる、うん、美味しい美味しい、うん、後で甘さが来るね。と、うん、よかった、本当に思ったよりちょっと、うん、なんか乾燥、うん、だから別にミンチバラバラになるんじゃなくて、うんうん、キュッとの、そうね、食感いいです、うん、せとスパイスもちろんありますけど、はい、強すぎない、うん、そう、だから食べやすい、ね、食べやすいね、これは、うん、うん、せ、美味しいね、うん、これよく似合いそう。あ、フランチャコルタ味がちょっと変わった、フランチャコルタのサラミでね。そうね、もちろん全部一つずつけど、うんうん、そのフランチャコルタ、その、はい、食前酒から、はい、ケーキまで、はい、食後酒まで、あ、そうね、ずっと似合う、そうね、その何でも合う、そうね、料理でもね、全部ね、最後までいけるね。そうそう、一本は飲んじゃうよね、二人だったら、うん、ね、食前酒から始まって、うん、後で出るけど、うん、そうね、ほんとにやばいね、これ。そう、うん、ま、次チーズいってみましょう。そうでしょ、それやばい、これもチーズ、そう、これはバルカモニカの方のチーズって言ったら、そう、バルカモニカ、その、うん、本当に小さいな、はい、牛の、はい、なんですか、これはお土産でもらったね。そう、お土産でもらった。はい。これ見て、これもう絶対これ本当にね、美味しい。イタリア人絶対こういうの好きだけど、日本人ってここまで来たらちょっと結構きついよね。あ、そのなんていうの、この乾燥具合というか。まあ、そうね。è una formaggella。うん。時間が経ったやつでしょ。formaggella、名前もない実際にけど、はい、その私に美味しい。その多分食感は、私の一番好きな食感じゃない、その本当にね、言ったらね、ああ、だけどその、食感はちょっとチョーク、うん、そう、si chiama così、consistenza gessosa、ね、gessosa、あ、ジェッソみたい、リコッタみたい、だから石灰とか、ちょっと、けど、うん、味は素晴らしい、本当にそのまあ私たちにね、臭い、うん、基本的に臭くて。うん、けど、その、ほんまの牛の、はい、匂い、牛の、その、そんな匂い、匂い臭くないけどね、うん、匂いはね、けど、その、口の中、ね、前ね、チルコみたいの時、日本でレストランやってる時もね、イタリアからチーズ送ってもらって、で、それがすっごい臭くてね、なんていうの、匂いというか、口の中がもう臭い。お客さんに、あ、これでもチーズ、美味しいチーズありますかって聞かれて、あ、これあるんだけどちょっときついですよ、私はチーズ大好きだから大丈夫、本当ですかって出したけど、その人も、いや、これはちょっとって言ってた、何だった覚えてない、いや、あれなんか両親が送ってくれたんだけど、すっごい臭かった。で、ここに引っ越してからもやっぱりそういうチーズたまに出会うけど、そう、本当にこれ
によったらその目、冷めたら閉じたら、はい、本当にもうハイジの世界、世界、そう、その の匂い、あ、まあ、わかる、そのハイジのところにある小屋、チーズ屋さんとかに行ったら匂う、匂う、匂う、チーズと、そのこんな感じなチーズ、もちろん、まあ、何でもチーズ、だんだん味変わってくる、その、新しい作ったばかりのチーズの、はい、味、うん、何ヶ月経ってるの、ね、チーズの味、はい、全然違います。そう、ね、だんだんと、もちろんその真ん中と、この、なんという皮の、はい、だんだん近くに行ったら、はい、全然違うの味、はいはいはい、これ私はもう食べたことある、はい、その、皮の近くちょっと蜂蜜のフレーバー出てきます。ちょっともっと甘い、ちょっと食べてみましょう。ちょっと私は大好き。そう、甘い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 。結構思ったより甘さ出た。思ったより薄く切るね、皮。し。と、基本的に私は皮食べます。あ、これ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 きつすぎる。カビでね。これきつすぎる。うん、けど、なんとなく食べる。これだって何年か経ってるようなやつでしょ？ No, no, no. 何ヶ月で、何かじゃない、何ヶ月、しし。私はやっと少ない。私は強い。そ, ね、そのチーズの話、うんうんうん。彼はちょっと。え、先生好きだけどね。こんな食べれない。好きけど、うん。いただきます。いただきます。オナペイト。うん。うん。そう、美味しいよ。美味しい。うん、美味しい。強い。美味しいけど、なんちゅうて、強い。その食べた瞬間はそんな味がしないんだけど、後から来るんよね、後から。そう。と深いの味、その本当にいっぱい360度の、うん、なんというエクスペリエンス、おいしい。難しいこと言うな。蜂蜜がわからん。うん。うん、そのこの部分、その本当に。うん、そう。もう、なんか違う。甘さ出るでしょ？甘い、甘い。そう。周りの方が甘い。うん、それ、多分、蜂蜜の言葉間違ってるけど。そう、甘さがある。なんていうの？甘さ、全然違うな。うん、その、黄色いチーズというか、何その、また言い方悪くなっちゃうけどね。言い方悪くなるけど、ハンバーガーとかに入れる茶黄色のチェダーチーズっていうの。違うよ、違うよ。その甘さ、その甘さ。周りのここ。あ、そう？蜂が来た。蜂が来た。うん。うん。はちゃこたってやって、飛んでみて。でも周りの方は本当に甘い。あ、おいしいね。ね。おいしいね、なんちゃこたまた味が変わったね、フランチェコルタの。うん。まあ、ボニスマ。あ、これでも本当にあなたの言う通りだ。中身と外身、全然違うわ。なんか外の方が甘いわ。で、中のやつはちょっと苦味も持ってるというか、塩気と、外の方が塩辛そうなのにね、みたいな感じ。逆なんね。実際にそうですね。うん、その、なんだ、なんだ、その、乾燥されている。そう、見た目はね、だって、この見た目でさ、周りボコボコで、外の方が塩辛そうじゃん。でも実は外の方が甘くて、中の方がちょっと塩気があるっていう。だからピリッという感じがある中身は、でも外はない。面白いね。普通にそのチーズはこんな感じの布の入れ物の中入れた方がいいですか、はいはい、それのこの布を持ってなかったら、うん、まあ、何でも布だからどこでも見つける、うん、まあ、タオルでもいいでしょ。その紙、ね、紙でもいいです、うんうん、そうね、こういうの布に入れてタオルだったら、でタオル、チーズの匂いですごく出せない。だから別にそれ、チーズのために、ね、専門の、ね、入れ物ね。と、はい、ちょっと待って、味が。最後、もう一つ、うん、はい、もらい物。はい、もらい物。はい。その、ズッキーネマリナーテ、ソットオリオ。ああ、ズッキーニのオイル漬けですね。のけど別にそのズッキーニは、はい、その、お酢の中、うん、
茹でてる。もうすでに茹でてから、いつもやる料理みたいにね、でオイルにつけるね。そう、だから別にその瓶ね、もらった。これ。ね、庭で採れたズッキーニをお湯漬けにしたもので。こう、それは私のお父さんが作ってくれた。そうね、でもらった。そうですね。その夏はいっぱいの缶詰、はい、作る。瓶詰め。瓶詰め。はい、瓶詰め作りますね。いただきます。いただきます。うん。うん、私は大好き。うん、私も美味しい。甘酸っぱいな。うん。うん、ね、そうね、うん、うんうん、漬物っぽいからね、日本の。いや、飲んでみて。はい、どうか。全然違う。おお、甘くなった。でしょ、甘くなった。そうね、うん、そうと、そのズッキーニ、茹でるとき、お酢とスパイス、だからそのクラウス、あ、クローブも入ってる、入ってる、うん、そのローリエも入ってる、だから別に、うん、口の中、このちょっと聞いたら、ちゃんと聞いたら、この味出てきますね。ああ、ちゃんと感じたらクローブの。うん、あ、そう。言われたら後でね。言われなかったら分かんないけど。分かんないというか。実際に私のお父さんも適当ね。その、だから、その、一つずつというか、その、な毎回ずつちょっと違います、はいはい、去年作った同じなズッキーニ、うん、その酸っぱすぎた、そのあれはお酢入れすぎた、だから食べたらちょっと梅干しのリアクションが、はいはい、今回はちょっと減らしたってことね。ちょうどいいちょうどいいちょうどいい、うん、ほんまに。でも何がやばいって、これ食べてこれ飲ん でその後今ちょっと口が酸っぱくなったから、あ、今度じゃあサラミ食べたいな、サラミ食べて、で今度あー、んー、チーズが食べたいなって、このトライアングル、フォーエバー、永遠 ね終わらんね。すみません、そのさっきこれ飲んだ時、うん、その、ありがとうアンナと言ったでしょ、はい、このサラミはありがとうファブリッツィオ、ありがとうファブリッツィオありがとう、カルロ。ありがとう、カルロ。と、これ、まあ、ありがとう、アントネラ。アントネラ。ありがとう。ね、今日は全部もらい物で、アペティーヴでしたね。イエーイ、よかった。ね。そう、これはね、なんかイタリアのお裾分けということで、ね、日本でもね、いろいろお裾分けありますけど、まあ、イタリアはこんな感じでした。ね、はい、では、またまた。また。はい、チャチャオ、ボナペティト。チャオ、ボナペティト。